こんにちは。花岡先生、ご紹介ありがとうございました。大角です。私、基礎科学研究所っていうのに13年いました。で、この研究所、遺伝研とは、の方々にはたくさんの知人と友人がいて、こういう場でお招きいただいてありがとうございます。同時に遺伝研の70周年おめでとうと申し上げたいと思います。で、今日私は、すいません。先ほど話がありましたように、2年半前にノーベル賞をもらうことになりました。なんで私がもらったんだろうという気も私はずっとしてるんですけども、で、大変忙しくなってしまいました。で、こんなことのためになんかノーベル賞もらったのかなっていうぐらい忙しくなってますけども、ただ私にとってとっても嬉しいのはですね、それを機会に、あんまり今まで話したことがなかった若い人とか、いろんな企業の方とかも話をする機会がありまして、基礎科学、基礎研究みたいなものに対する理解みたいなものが少し広がりつつあるかなということが私の今支えであります。で、今日は私もう大学院出て50年経つので、高校生諸君とはもう随分年が離れてますけど、私が50年どんなことをして思って研究してきたかということと、そういうことの中で、私の次世代の皆さんに対する期待みたいなことをお話しさせていただければと思います。で、私はこの頃話を、こういうスライドから始めます。で、サイエンス、科学、サイエンスという英語で言いますが、人類が蓄積してきた、知の総体だと思ってます。で、人間はいろんなものを知りたいという好奇心がありますけども、そういうものに基づいた活動が科学だと私は思っています。で、人間の活動なので、私がこういう仕事を始めたのも、そういう時代だったからって言うので、時代と決して切り離しようがないもんだと私は思ってます。で、もう一つ私強調しておきたいのは、日本では科学技術という一つの言葉で語られることが大変多いんですけど、サイエンスとテクノロジーというのは実はものすごく違った概念であります。科学というのは発見という言葉で代表されることですし、技術というのは発明という言葉で語られるような言葉であります。ただ、現在科学と技術とは大変相互に依存する関係になっているということも事実です。で、今日こういうことを私の話を通じて少し理解していただければいいなと思ってます。で、私は基礎生物学研究者として、特にもうここ30年の今日のお話にするオトファジーという研究を続けてまいりました。で、オトファジーというのを私が始めたのはこの1988年であります。で、その当時ってほとんど研究、全世界で20本ぐらい論文が出るような領域だったんですが、今もう読み切れない1万本になるような論文が出るというのは、非常に大きなフィールドにが展開されてきてます。で、そういうことが、どうしたらそういうことが起こり得るかということを少し話をしてみたいと思います。で、オートファジーっていうの、この頃テレビのクイズ番組にも時々登場することになったと思いますけど、私が始めた頃は生物学者の中でも決して、ポピュラーな言葉ではありませんでした。で、オートファジーっていうのは、自分自身の細胞がですね、自分自身の一部を、分解してリサイクルする仕組みだと理解していただければと思います。で、今からも話しますけど、実を言うと、この作用はですね、全ての細胞が持っている、本当に実を言うと、最も基本的な機能の一つなんだということなんですが、それの分子記号がだんだん明らかになっていって、今大きなフィールドになってきた理由はですね、その生理機能がだんだん明らかになってきて、医学とか健康のような問題に
実を言うと関係をしてくるんじゃないかということが、まあ、だんだん明らかになってきているということになります。で、先ほど紹介ありましたように、私は、戦後 戦争の末期の1945年に生まれました。で、私最初ケミストリーやりたいと思ってたんですけど、幸いにですね、私が大学に入った頃は、今から少しお話しするセントラルドグマという分子生物学が、まあ確立していく時期で、それには私は大変魅了されて、将来分子生物学者になりたいと思って研究を始めました。で、高校生の諸君もいるので、2つだけキーワードをの話をさせてください。で、タンパク質というのは、まあ、小学校以来栄養素の一つとして習います。ただ生物学者にとってタンパク質というのは、まあ、全てのほぼ生命現象になっている、分子だということで、まあ、タンパク質の研究をしていない、まあ、生物学者ある意味ではないということになるのかもしれません。で、なぜタンパク質が大事かということの一つはですね、私たちの遺伝情報というのはひたすら、どれだけのどういうアミノ酸配列を持ったどんなタンパク質をどれだけ作りなさいという情報だけが、まあ、書き込まれているわけであります。で、タンパク質というのは、皆さん知っているように地球上の生物は、ここに書かれている20種類のアミノ酸だけを使ってタンパク質を作るということになります。で、それはですね、地球上にの生物は一つの共通祖先を持ってたんだということの、まあ、大事な証にもなっているわけです。で、先ほどから言ったように私たちの生態を生命現象になっているタンパク質は DNA の4文字の文章で書かれた暗号文でできているということになります。もう一つ、今日の話の、に出てくるのを理解しておいていただきたいのは生態膜であります。で、地球上に生物が成立したとすると、海の中で自分の空間と外とを分ける必要があります。で、地球上の生物はこの脂質二重層という、脂質がこう自己集合してできて水の空間を、まあ、外と中と分けるというこういう気候を使って自己の空間を作るということを始めました。で、非常に簡単に言うと非常に柔らかい構造でありながら、非常に薄い、油の層で水の2つの層を分けたるという作業になります。なのでこれは非常にこう物のバリアになるんですが、同時に生物はいつも外界から物を取り入れたり出したりエネルギーを取り入れたり物質を取り入れたり出さないといけないということから、実は言うと生態膜というのは脂質二重層の上にやはりここにもタンパク質がたくさん埋め込まれているということになります。で、タンパク質とこの生態膜というのを少し覚えておいてください。で、生物学にはですね、なんか実験材料がいります。で、私はもう40数年この、ちっぽけな、酵母という細胞を実験材料に使っています。で、たった5ミクロンの細胞なんですが、で、もちろん皆さん毎日パンを食べると何グラムかの、酵母を食べてるということになるぐらい身近な生物ですし、お酒を作るための大変大事な微生物でもありますが、生物学にとってもとってもこのサッカロマイセスセルビシエと呼ばれる酵母は大事な役割を果たしてきて、私たちの体を構成している核を持っているいわゆる真核細胞のモデルとしてとっても大事な役割を演じてきている生物でもあります。で、私は、アメリカから留学から帰って東大の理学部の安楽先生の部屋に戻った時に、酵母を使って何をやってもいいよって言っていただいたという講演に恵まれました。で、私はあんまり人が寄ってたかってやってることをやりたくないっていうのは私の心情で、その時にやってみようと思ったのが、この酵母の電子顕微鏡写真ですが、この何の変哲もない
液泡というコンパートメント閉膜構造です。でその当時多くの人は、まあ液泡というのは、まあ細胞の見た目のようなもんだろうというふうに考えていて、多くの人はそんなに関心を寄せる存在ではありませんでした。ただ私理学部の植物学教室にいたこともあってですね、液泡ってきっといろんなことをしてるに違いないなと思ってました。で、ここに書いてあるように実は私たちの生活とも非常に密接に関係を持っています。でちょっと一例を挙げれば、朝顔の葉っぱってこう見るとですね、朝顔が赤いのもこういう細胞層の細胞が赤い色素を持ってるからだということになります。で皆さん知ってるようにタケノコが1日に1メーター伸びます。で人間がそんなに伸びるはずがないので、その違いというのは実を言うと、例えば植物の特徴的な、こう早い身長成長、これ根っこの細胞が、数時間でこんなにどんどん伸びていくということを表しています。でこういうことは皆さんよく、日常生活で接することなんですけど、何だろうってことがあんまり考えたことがないかもしれない。で自然界にはですね、当たり前と思っててるけど考えてみるととっても不思議なことっていっぱいあるっていうことを皆さん考えてほしいなと思っています。で私は、この酵母が持ってる液泡というのの膜を生成して、この膜にまずは、いろんなものを取り込む濃度輸送系っていう、例えばアミノ酸をこの中に蓄積するためのこうタンパク質があるというようなことを、10年来やっていました。でもう一つ私たちが発見したのは、液泡の中っていうのは酸性になってるんですけど、この濃度水素イオンの濃度酵母を作るために V タイプ ATPS という非常に細胞生物学では大事な分子装置を私たちは、見つけることができました。こういう研究が私の最初の研究の土台になっています。で先ほど言ったように1988年に私は東大の教育学部に、実を言うと前遺伝研の所長だった桂先生と同じ部屋をシェアして、私自身の研究がスタートしました。でその時に私が思ったのは、この、酵母の液泡が細胞内の分解の機能を持ってるんじゃないかということを、考えました。で私はその東大の理学部教育学部の、高校生が入ってきた最初の生物学の授業をこういう質問で、講義を始めていました。で私たちの体の中でわずか1秒間に何個の赤血球ができるか計算してください、5分あげますっていう質問です。で、計算は実に簡単で、答えは赤血球が1秒間に私たちの体の中で300万個できるっていう計算になります。で赤血球はご存知のように、体の隅々まで酸素を運ぶために特化した細胞ですが、ヘモグロビンという赤い色素がたくさん色素タンパクが詰まってるんですが、そのタンパク質計算すると 1×10 の15兆個、1000兆個1秒間に作られているということになります。でなぜ私がこういう計算から生物学の授業をしてたかというと、私たちの体っていうのはこれだけの細胞が作られてるっていうことは、これだけの細胞が壊されてってる、これだけのタンパク質が作られて、私たちの体全部ヘモグロビンになるわけがないので、これだけのタンパク質が実は壊れてってるんだと。ですごく実は生命っていうのはダイナミックな存在なんだよっていうことを、理解してもらいたいと思って、こういう話からスタートしていました。でこの模式図は私たちの体の中で1日にタンパク質が、どうなってるかっていうことの模式図です。で栄養学で私たちは70-80g のタンパク質を毎日取りなさいということを言われています。ただ私たちの体の中ではだいたい 200-300g のタンパク質が毎日合成されています。でこの2つの数字から
私たちが、分かることはですね、実を言うと私たちの体のタンパク質の合成っていうのは、もちろんこれも寄与していますが、その大半は私たちの体を構成しているタンパク質が分解してできてくるアミノ酸がこうリサイクルされてるんだということになります。なので、私たちの体はいつもタンパク質とアミノ酸を非常に巧妙に、まあ、リサイクルしているシステムなんだということになります。ただですね、皆さんは、理解できると思うんですけど、合成する、建設をするっていうのはとってもポジティブに見えるんですが、壊されるっていう過程はどうしてもなんとなくネガティブで、それほど意味がないように思われて、研究もまあ分解の研究というのはなかなか進まないという時代が続いていました。で、私はまあ分解というのは大事なんだよっていうのを言うためにこの頃こういうスライドを使って、で、これ、水田の、夏の稲穂です。で、緑の葉っぱがすごく展開をしていて、光の太陽の光を浴びて光合成で一生懸命でんぷんを作っているっていう様です。で、収穫期になると皆さん、イチョウの葉っぱが黄色くなると同じように、稲の葉っぱも黄色くなってるっていうことをご存知で、これ何が起こってるかというと、ここにあった葉緑体を構成してたようなたくさんのタンパク質が秋になって壊れたために緑の色素がなくなったので黄色くなったということを意味していますが、その、アミノ酸はどこに行ったかというと、実を言うとお米のタンパク質に、作り変えられたということを意味しています。で、これはもちろん栄養価の高い米を作ってくれるということにもなりますが、稲にとっては次世代を、作るための大変大事な作業で、こういう作業なしには稲というのは、まあ、次世代に命をつなぐことができないということになります。で、こうして見るとですね、私たちの生命っていうのはいつもタンパク質を合成しては壊しているっていう、まあ、平行状態にあるんだと。で、私たちは気づきませんけど、私たちの体のタンパク質はほぼ 2,3 ヶ月で完全に置き換わっているということになります。で、どんな時にたくさんのタンパク質を分解する必要があるかっていうのは、例えば栄養がなくなった飢餓の状態である。で、飢餓の時に、そのまますぐ死んでしまうと、とんでもないので、飢餓に耐えられるシステムとしても自分のリサイクルっていうのはとっても大事だったということになります。で、よく、遭難をして1週間水だけで生きてられるっていうのはまさしくリサイクルのシステムのおかげであります。で、今日の話はなので、実は、分解っていうのは受動的なシステムではなくて、生命は、実を言うと分解と同じぐらいのたくさんの遺伝子を使って、分解という作業をしているんだということになります。で、細胞の中での分解っていうのはなかなか研究の対象になりませんでしたけど、1955年に、ベルギーの生物学者でありますクリスチャン・ドゥドゥーブという人がライソソームというオルガネラ、細胞内小器官を見つけました。内部が酸性で、この中にものを分解するための下水分解、いろんな下水分解酵素が含まれています。で、そしたら、まあ、この中でみんな分解してるんだろうと思うようになって、電子顕微鏡写真で、細胞、自分自身の一部分がこのライソソームに運ばれてって分解する過程を、自分を食べるセルフイーティングのギリシャ語の造語としてオートファジーっていう言葉がまあ定義されて今日に至っています。で、オートファジーを模式的に、そういう電子顕微鏡から、分かってきたことを模式的に言うと、細胞質にたくさんのタンパク質とか構造体があるんですが、あるシグナルを受けると突如としてこんなちっちゃな膜の袋が伸び出していって、細胞の一部を取り囲んで、それに先ほど言ったライソソームという分解酵素の袋がこう融合していって、中身を分解して再利用していくということになります。で、先ほど言ったように、実にこの現象は
分かってみると、とっても基本的な生物が細胞が持っている機能だったということになります。で、私たち1日絶食すると、体の肝臓の大きさって7割ぐらいになるんだということが知られている。で、それは肝臓が自分自身のタンパク質を分解して全身に回しているということをしているからで、で、お腹が空いたなっていう時にはおそらくオートファジーはどっかで起こっているっていうぐらい、まあポピュラーな現象だということになります。で、これは私のところにいた水島さんが、マウスの ES 細胞を2時間アミノ酸がないような培地に買うと、こういうふうにオートファゴソームにライソゾームが融合して今まさしく分解しているこういうオートファゴライソゾームとかいうようなものを見ることが、顕微鏡で、まあ、容易に検出することができるんですけど、電子顕微鏡なしにはこういうオートファジーがどこで起こっているかというようなことは全くわからないという時代が長らく続いたわけです。で、私の話に戻りますけど、私は酵母の液胞が分解に関わってるんじゃないかということを自分のテーマにしようと思いました。そうするとですね、問題は何がいつどうやってこの膜を越えてここにある分解酵素と出会って分解が進むんだろうかという問題に帰結をします。で、いつっていうことに関しては、酵母の細胞って栄養があったらこういう質がという方法でどんどん増えていくんですが、窒素源アミノ酸のに大事な窒素がないような培地に放り込まれると、状態になると4つの胞子を作る胞子形成という非常にドラマティックな変化をします。で、それに外の栄養源が何にもないので、この作り替えは自分自身のたくさん のタンパク質を分解する必要があるだろうということにを思いました。で、もう一つは、私は毎日のように顕微鏡にへばりついて液胞を見てたので、液胞っていうのはほとんど水溶液がなので光学顕微鏡で簡単に見えて、この中に物が入ると見えるということを知っていました。なので、胞子形成の初期過程なんか見たら分かるかもしれないと、単純に思いました。でもそれは何の変化もなかったのですが、そんならば分解されるコンパートメントなので分解されるから見えないのかもしれないと思って、液胞の中の分解酵素がない、酵母の変異株を使って、そいつをアミノ酸のない、胞子形成のするような窒素源の培を枯渇した培地に入れてみました。で、これが30年来私がずっと解析している現象の、きっかけになった瞬間でした。で、見てわかるように3時間も経つと液胞の中、これリアルタイムですけど、激しく動き回っているこういう、下流が見つかりました。で、どの細胞もこんなふうに振る舞っているので、これはとっても面白い現象を見つけたに違いないと、その時に思いました。で、これが私の、オートファジーの関わりの瞬間でした。で、30分ぐらいするとこういう構造が現れて、今見てもらったように3時間ぐらいするとぎっしり詰まってしまう。で、これ何が起こってるんだろうっていうので、電子顕微鏡を、その当時私の共同研究者だった馬場美さんと解析することを始めました。で、これ3時間経った液胞酵母の液胞の中に確かに膜構造がたまっていて、そいつは膜構造で、この黒い粒々は細胞質にあるリボソームというタンパク合成装置ですから、いかにも細胞質の一部分が膜で取り囲まれて液胞の中に入っていったんだということになります。で、たくさんの顕微鏡を見てみると、ここに液胞があるんですけど、液胞膜のすぐそばでこういうふうな膜の袋が伸び出していって、いかにも細胞質の一部分を取り囲んでるんだと。で、こういうふうに二重の膜構造が、これをオートファゴソームという構造になりますが、そういうのができてって、その膜、そのオートファゴソームが液胞の膜とこう融合した結果、
外の膜が、壁表膜こう連続をしていて、こういう中の膜構造が見えますが、私たちが、最初に先ほどの、ムービーで見たのは、まあ、こういう、構造だったということになります。で、こういうオートファジーの分解っていうのはですね、リボソームっていうのはものすごく大きな分子装置ですが、それをいっぺんに何千個で分解できますし、ここにミトコンドリアという細胞内小器官がありますが、そういうのもいっぺんにこう膜で取り囲んで分解できる。なのでこう非常にエイヤーとたくさんのものを分解するのにはとっても適した分解様式なんだということになります。で、それでも二十数年前に私たちは酵母が栄養がないとなると、突如こういう膜構造が現れていって一連の行動が起こっていく。で、細胞生物学者はこの過程ってとっても面白い、どこからこの膜ができてくるのか、なんで丸く二重膜の構造ができるのか、なぜこう融合していくかっていう、まあ、たくさん面白い課題が、あって、何としても解きたいという、ことになります。で、生物学者はそういう時に、アプローチするのは、まあ、遺伝学的なアプローチというのをやります。で、それはどんなことかといったら、オートファジーができない変異株を取ったら、その原因が分かれば、そのダメになった遺伝子が分かれば、そのタンパク質は大事なことを機能しているというようなことが分かってくるという、そういう戦略です。なので酵母の形は先ほど言ったように、細胞の中の膜の動きが、まあ、光学顕微鏡で直接、まあ、観察できるということが非常に大きな特徴だったので、私たちはオートファジーができない株を、液胞の中にあの構造がたまらないっていうことを指標にして取ってみようということを、始めました。で、私のところに最初に来てくれた、大学院生、女性の大学院生の塚田美希さんというのが頑張ってくれて、一つだけオートファジーがいかないっていう株を、まあ、最初に取ることに成功しました。ただその株はですね、栄養がたくさんある場合で飼ってると何にも起こらないんですが、私たちが見つけたことは、実を言うと ATG1 っていうその当時取ってた株は2日ぐらい飢餓にするとどん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 死んでしまうということが分かりました。で、これはオートファジーがいかない細胞の特徴なんじゃないかと思って、そういうまず細胞を集めてきて、それでオートファジックボディというさっき言ってた構造がたまらないということを指標にすると、すごく効率よくオートファジーがいかない株っていうのを100個取ることができました。で、これいろんなところにこう変異が落ちてるはずなので、遺伝解析をしたら少なくとも、まあ、最初に14個の遺伝子が必要だっていうことが分かりました。で、その後私たちの研究室では酵母が飢餓を感じてオートファゴソームを形成して、オートファジーをやるのに18個の遺伝子がいるということを私たちは知っているので、まあ、最初のスクリーニングでその大半が取れてたということになりました。で、どういう遺伝子なのかということなんですが、私たちが酵母では遺伝子をアルファベット3文字で表すというのが とアラビア数字で表すということになっているので、オートファジーに必要な遺伝子は ATGという名前をつけていますが、その遺伝子というのは実を言うと、オートファゴソームという、新しく膜を形成するために必要な一群の遺伝子だったということになります。そしたら次に私たちが考えるのは、その遺伝子ってどこで何をするような遺伝子なんだろうということになります。で、細かいことはお話ししませんが、私たちは思いもかけないことにオートファジーの遺伝子の中の半数はですね、もう一つのタンパク質の分解系でありますユビキチンと同じようにタンパク質とタンパク質をくっつけるその結合反応系だとか、タンパク質が脂質の頭にくっつくというような反応系を成しているというようなことが分かってきたり、
実を言うと飢餓をどうやって感じて音はじがそのスタートするのかということに関してもどうも、取るという非常に今大事に思われているタンパク質をリン酸化する酵素が働いていて、そのために13というタンパク質が脱リン酸化をして、1という肝 NS が、活性化されることが必要だというのは、ちょっとややこしくなりますから、そういう反応が見えてきました。で、基礎生物学研究所に移って数年の間に私たちは18個の遺伝子群が、こんな機能単位からなっているということが分かってきました。 ATG1 というキナーゼが、オートファジーを誘導するのにとっても大事だとか、膜の輪質にリン酸基を入れる酵素が大事だとか、2つの反応系がいるとか、1つの膜タンパクが必要だというようなことが、まあ、分かってきたということになります。で、どうしてもそういうことを理解していくためには、こういうタンパク質が細胞のどこにいるかということを、まあ、を知りたくなります。で、幸いなことに、ノーベル賞をもらわれた下村先生が発見した、蛍光タンパクというのは大変大きな役割を果たしていて、そういう蛍光タンパク質をくっつけてみてどこにいるかということを見てみると、液胞のすぐ近傍にこうどれもこれも少なくとも一部分はドット構造をしているので、そこで、オートファゴソームが形成されているんだろうということになります。で、顕微鏡技術がこの何十年かで大変進んできたので、私たちは今一つのタンパク質が細胞質でどこにいるか、このタンパク質 ATG17 どうでもいいんですけど、17というタンパク質は細胞質の中を激しく普段動き回ってるんだけど、飢餓になるとその一部分がこうがに集まって仕事してるんだなっていうことまで、まあ、見えることにような時代になっています。で、私たちは18個のタンパク質がですね、先ほど言った6つの機能単位が液胞のある特定の場所に集まっては膜を形成していくんだろうと、まあ、こういうモデルを作ることができるようになってきました。で、タンパク質がどうやって働いているかということのもう一つはですね、この頃、そのタンパク質がどんな構造をしているタンパク質かということも大変大事になってきていて、私たちは、まあ、もう15年来北海道大学にいた稲垣先生と野田さんと、全てのタンパク質の構造を決めようよっていう合言葉に、そういう仕事を続けてきました。で、こういう構造が決まると、本当にそのタンパク質がどんな機能してるかということが分かってまいります。で、もう一つ、遺伝子が分かるということは大変大事な意味を持っていて、酵母で18個の遺伝子がどれ書いてもオートファジができないよっていう遺伝子が18個あるっていうことが分かりました。で、私は基礎生物学研究所という恵まれた研究所に移れて、大変大事だったことは、私たちの研究室で、水島さんとかが動物細胞にそれらの遺伝子が揃っている2人の大学院生が、植物にもオートファジーの遺伝子あるよっていうことを調べ見つけることがに成功しました。つまりオートファジーのこういう遺伝子のシステムっていうのは、真核生物が生まれた早い段階で獲得された機構なんだということになります。で、遺伝子が見つかったっていうことは大変大きな意味を持っていて、それまでのオートファジーの研究とはいろんなことで一新されます。例えばオートファジーの一つの遺伝子に GFP をくっつけたものを全身で発現させたマウスを作ると、筋肉ではどうだ、膵臓ではどうだ、受精卵ではどれほどオートファジーが起こってるっていうのを、こういう蛍光顕微鏡でオートファゴソームがどれぐらいできてるかということを見ることができます。で、これはそういう細胞から取った繊維芽細胞を1時間飢餓に置いたら、細胞の
至るところでこのシロイドット一つ一つが先ほど言ったオートファゴソームです。あ、これぐらいダイナミックにタンパク質が分解されてるんだっていうことが分かるようになりました。で、もう一つは遺伝子が分かると酵母で変異株を取ったと同じように動物細胞もその遺伝子を潰した、我々の細胞2倍体なので2つとも潰したマウス、ノックアウトマウスといいますが、そういうものを作ったらどんなことが起こるだろうっていうことが研究できるようになります。で、これも私たちの研究室で水島さんが始めた仕事で、マウスでオートファジーの遺伝子1つ潰すとちゃんと生まれてくるんだけど、母体から離されたと飢餓に耐えられなくて12時間以内に全部死んでしまうっていうようなことがまあ分かってきました。で、これは小松さんで、今順天堂に戻りましたけど、彼が肝臓ので一つの ATG の遺伝子をノックアウトするとこんなふうに肝臓が膨れ上がってやがて肝がんになる。で、そういう細胞の中には異常なタンパク質がたくさん溜まってしまうというようなことが分かります。で、こうして、まあ、遺伝子が分かった前とは分かった後とでは研究の質が大変変わりまして、全世界でいろんな細胞とかいろんな生物でオートファジーが何をしているかということが一気にまあ分かるような時代になりました。で、もちろん栄養のリサイクリングの問題もありますが、細胞の中にいろんな異常なタンパク質が溜まっていってしまう、細胞の中に逃げ出してきたバクテリアを食べるとか、肺発生の初期に母親のタンパク質を分解して、受精卵の新しく遺伝子にこう変えていくというシステムにオートファジーがいるとか、加齢というような現象に絡んでいるとか、今多くの人が、がんとオートファジーの関係っていうのを一生懸命進めるということになってきました。で、まあ、オートファジーは先ほど言ったように一大こう大きなフィールドに展開をしています。で、私たちも、まあ、いろんなことが順調に、いろんな発見をできてきたと思うんですけど、私は、このグラフから、いくつかのことを読み取ってほしいと思います。で、私たちが最初にオートファジー、私が返したのはここで、酵母の遺伝子発見したのはここの年になりますけど、それからこんなフィールドになるにはやっぱり20年ぐらいの歳月が必要だったということはが言えると思います。で、もう一つ、この頃の若い人がですね、今その IT とか AI になると、まあ、そういうことにすごく興味が集中するんですけど、私は、こういうオートファジーのフィールドってすごくまだたくさん解かないといけない問題があるので、やりたいなと思う人が出てきてくれて嬉しいんですけど、同時にですね、こんなところでまだ何にも分かってないようなところにチャレンジして、こんな新しい、たくさんいろんなピークを作ろうという意欲的な若者が育ってほしいなというふうに思っています。で、これはオートファジーの研究のまとめですけど、先ほど言ったように栄養素のリサイクルをするという機能と、もう一つは細胞の中をいつもきれいにしていましょうっていう、意味でオートファジーとっても大事で、これは、神経平成疾患とか、私たちが今現代社会が抱えている大きな問題の解決の糸口になってくるかもしれない。で、それは先ほどのように細胞質の一部分を取り囲む以上にですね、いろんなものを選択的に膜で取り囲んで除去する装置があるかもしれないというふうに、あるに違いないというので、こう選択的に分解をする過程というのは研究をされています。で、酵母でもそういうことがあって、私が今まで顕微鏡で示したように細胞の一部分を取り囲むという方式 と別にですね、ひどくなったミトコンドリアだけを食べて除去しましょうというような、こともしている。で、そのためにはこういう私たちが見つけた遺伝子以外に、このスペシフィックな特異的な構造を認識して膜を形成していくようないくつかの分子装置が加わることで、
いろんなものが選択的に分解できるということが分かってきました。でちょっとだけ最近の話を紹介しておきます。でどうやったら音波がこうのああいう脈現象が起こるだろうかっていうのが大変関心 を呼びますが、私たちが今思っているのは ATG9 っていう唯一の膜タンパク質はですね、こういうふうなちっちゃな小胞にたくさん乗っかってるっていうことが分かりました。で飢餓になるとですね、これの数個が先ほど言ったオートファゴソームの形成の場に集まってきます。でその現象はどうも私たちはこれノーベル賞で使った動画なんですけど、13っていうタンパク質がですねこんな紐状の長い構造を持ってるんですけど、そこにたくさんリン酸基が入ってるんですけど、脱リン酸化基がのシグナルを受けると脱リン酸化されていって ATG という1というカイネスがくっつけるようになる。でそうすると29、31、17というコンプレックスがジョインをしてくる。でこれはまあ基本単位なんですけど、どうもこれだけ集まればいいっていうわけじゃなくて、これが次々へとこう集合してって、さらに大きなこう構造を形成していくらしい。でこういう大きな構造ができたことで、この ATG1 っていうキナーゼがすごく近くになるので、自分で自分をリン酸化して、ATG1 っていうカイネスがアクティベーションされ発生化されていく。でそうするとですね、もう一つ大事なことは ATG13 っていう先ほどのタンパク質の末端がこう集合したことで ATG9 っていう小胞がここに引き寄せられてくるというようなことまで、まあ、だんだん見えてくるようになってきました。なのでタンパク質というのは単独で働いていることももちろんありますけど、実を言うとこんな大きな構造として働いているんだということが分かってくることになります。で私たちはパスと呼んでいるああいう大きな構造体形成っていうのも、私これから私たちが理解していかないといけないとっても大事な現象だと思っています。でここはちょっと難しくなりますけど、最初の ATG11、17、29、31っていう5者複合体をですね、実を言うと混ぜるとこういうふうにタンパク質の大きな球形の構造を作るということも分かってきました。で、技術の進歩ってすごくてですね、私たちは、先ほど言ったように ATG の遺伝子を十数個これが大事だよって言ってきたんですけど、なかなか機能が見えないタンパク質が、数個残っていました。でも最近ですね、タンパク質の構造を決めるのはものすごく電子顕微鏡を使って容易になってきました。でこれ、まだ、実を言うと、非常にホットな話なんですが、 ATG2 っていうタンパク質はとっても大事なんだけど、何をしてるか全然分かりませんでした。で部分構造ですけど解けてみると何をしているかということが、一気に分かってきます。でここに大きなこう、これは一部分ですけど、ここに穴ポコが開いてて、ここにいかにも脂質をくっつけることができるということが分かってきます。でそういうことが分かってくると、実を言うと ATG2 というタンパク質は、あるこう小胞体 ER と隔離膜とこうつないでですね、その間にを脂質だけをどん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 運ぶためのタンパク質として機能しているらしいというようなことが分かってきます。なので、私たちずいぶん長い間この ATG っていうタンパク質の構造とか機能をずっと攻めてたんですけど、20数年経ってようやく、このタンパク質何してるんだっていうことが、まあ、分かってくるっていうようなことになってきました。なので、基礎研究っていうのは一気にそんなに進むわけではなくて、私たちはずっと十何年こういうことを、追っかけてきて、ようやく一つの結論にたどり着きつつあるんだということを理解していただければと思います。で私たち今の研究室で何してるかっていうことをちょっと紹介します。で、
なんかものすごくいろんなことが分かってきたような気がしますけど、私は公募ですらオートファジーの機能って今3割か4割ぐらいしか分かっていないと思っています。で、例えば何を本当に分解して酵母の液の中で どんな産物がこう細胞質に戻されているのか、その戻されたことで代謝がどんな影響を受けるかとかいうようなこう基本的な問題が実を言うとまだ私たちは完全には理解をしていません。でそういうのを一つずつ、詰めていきたいと思っています。で実を言うと栄養源の中でも何が欠乏するとオートファジーが誘導されてくるかということを丹念に調べてみると、例えば亜鉛ってとっても私たちが大事な金属イオンなんですけど、亜鉛が欠乏するとちょっと難しい、これわーっとこうオートファジーが起こってるんだということを当時理解していただけたらいいんですけど、オートファジックボディがたくさん、形成されていくということが分かったので、亜鉛基化というのでオートファジーが起こるというようなことも分かってきましたし、例えば、先ほどの電子顕微鏡で示してみたように、タンパク質だけが分解されるための装置じゃなくてリボソームもいっぱい分解されるので、実を言うとたくさんの RNA も分解されているんだ。で、RNA が分解される経路というのも私たちは明らかにしてきました。でこの過程は必ずしもリサイクルでなくて、余分だった、塩基っていうのは細胞の外にどんどん捨てられている過程だということになります。で私の今最大の関心事は、バルクオートファジーってノンセレクティブで何でも分解すると思われてるんですけど、そこは本当に非選択的なんだろうかということを、今一生懸命、解析をしています。でいろんなことが分かってきます。例えば、先ほど言ったように RNA の分解の最初の酵素を止めてやると液の中にたくさん RNA が溜まってくれます。でそういう溜まった RNA は、分解されるために運ばれているので、どんな RNA が溜まっているか、どんな RNA は液の中に運ばれないかというようなことを調べることができてですね、細かくなるので、メッセンジャー RNA みたいなものの分解にどう関わってくるのかということと、これオートファジックボディが溜まった液胞を私たちは単理することができて、それを非常にうまい条件で割ってやるとオートファジックボディがこう、今あの外に放り出された。私たちは今これをもう直接、生成してオートファジックボディだけをきれいに取り出して、この中にどんなタンパク質がいるかということが、一番ダイレクトに何が壊れているかを調べることができるので、そういうのを一生懸命調べて、本当にどういう時間軸でどういうタンパク質なり RNA なり脂質なりが分解しているかということを今一生懸命追っかけているということになります。でこれが私の、先ほど言っている30年の、オートファジーの研究の歴史なんですが、強調しておきたいことがいくつかあります。で一つはですね、今確かにオートファジーの研究はがんの研究につながるとか、アルツハイマーとかパーキンソンのような脳疾患につながってくるというようなことが続々として分かってきて、それ自身は大変嬉しいことなんですが、私が強調してきたのは、私は決してそういうことがあるだろうと思ってこの研究を始めたわけではありません。私は純粋に細胞の中でタンパク質がどうやって分解されているかという機構を知りたい、それは今もそうなので、そういうことの展開の結果としてこういうことが生まれてくる。必ず全ての研究がそういうわけでもないでしょうけど、私はそういう幸運に恵まれたと思っています。で、大変長いこう道のりをずっと研究できたのは、オートファジーっていうそう簡単に解けない
面白い問題にぶち当たったということもが一つの要因ではありますが、同時にですね、私はまあ30年間素晴らしい研究仲間に恵まれて、今日もちろん一人一人の名前を挙げることができませんでしたけど、彼らが一生懸命いろんなことを解いてきた結果が、まあ、今日の、短時間の話の中にあるということを理解していただければと思います。それと、まあ今の現代生物学は、まあ、一人で全部しょうわけにはいかなくて、素晴らしいその技術とか、を持っている方との、まあ、共同研究っていうのに、まあ、生かせが今、いろんなことをやっていく上でとっても大事だった。だから、研究ってもちろん一人でやれるわけではなくて、どれぐらい自分の周りにいろんなその、人とのコミュニケーションができるかっていうことも大きな研究をする上では大変大事なことだと思っています。で、もちろん、曲がりなりにも私はずっと研究を続けてくることができて、私自身はまあ、幸運だったと思うのは、私たちの時代は、国の予算で基礎研究をやるんだというふうに、まあ、ずっと信じてきて、私自身もまあそういうふうに、支えられてきていました。ただ、これから、まあ、どうやったら基礎科学が支えられるかということは大きな問題だと思っています。で、ここからちょっと社会的な問題に話をさせてもらいますけど、私は思うにはですね、やっぱり私は、戦後の貧しい時代に育ちましたけど、まだたくさん自然が残されている中で、子供時代を過ごすことができました。で、今の時代はですね、まあ、いろんな意味で人間の活動が広がったがゆえもあって、私たちの地球っていうのは限られた資源を持っている惑星の一つだということを認識せざるを得ませんし、いろんな自然災害みたいなものも含めて考えないといけないことがたくさん出てきています。で、もちろん科学の進歩とともに私たちが学ばなければならない知識もまあ膨大になりつつあり、で、何にもましてですね、いろんな意味で若い人たちの周りに情報があふれてくる時代になりました。で、その情報の中で大事なことをどうやって見極めるかっていうのが、これからの若い人も含めてとっても大事なことで、こう情報に振り回されて考えることを放棄するようなことになってほしくないなというふうに私は思っています。で、もう、科学がどんどん進歩して発展していくのはもう間違いがないことなので、私は人類の未来があるとすれば、多くの人が科学を身近に感じて、その科学自身をまず文化として支えるという社会になってほしいなと思っています。で、高校生にちょっと酷な話なんですが、今大学とか研究所はそれほど日本では恵まれた環境にありません。なかなか潤沢な研究費がないとか、地方大学行くと本当に研究費がないというような状態が生まれています。で、なんとなく今の世の中はですね、役に立つ研究っていうのが大事にされて、大きなプロジェクトみたいなものにはお金をあげるけど、細々と面白いことをやりたいっていうような研究がなかなかこうやりにくいっていうことになってきてしまっていて、なんかこう先ほど言ったようなこうオートファジーみたいなピークになったら そこにはお金あげるけどっていうような感じになって、なかなか自由な発想で研究がしにくいっていう状況があります。で、それにもう若い人が負けないで自分の面白いことをやってほしいなというふうに思っています。で、一方でですね、もちろん、いろんな大学が困難を抱えているので、大学の先生とっても忙しくなって、
俺はその本当に面白いことやってるよっていうことを言える研究者がとっても減ってきていると思っています。でそのことはですね若い人にも影響があって大学で基礎研究をやりたいっていう人がとっても実を言うと減ってきている状況が生まれています。それで、とっても深刻なのは、博士課程に行って基礎研究をやろうという人がひどく減ってきています。で、博士課程の人が減るっていうことはですね皆さん修士課程までは行こうということになるんですけど修士課程ですごく意欲的に勉強しようっていう人が減ってきている現状があってですねこれは、大学にとってもとっても深刻なんですけど、そういう人たちを受ける企業の方でも大きな問題になっていて私は、皆さん若い人がこう生き生きと自分のやりたいことをやろうというふうな社会が実現してもくれないと日本の将来はとっても危ういなと思っていてこれは、ぜひとも皆さんが頑張ってほしいなと思っています。で、そういうことでですね私の思いは、いろんな今世の中でいろんなことを言う方がいますけどやっぱり科学的なものの見方考え方を皆さんがどれだけ身につけてくれるかということが人類の将来を決するんだと思っています。でそのためには、まあ、請求に役に立つっていうことだけをこう判定の材料にしない、人間の知の拡大っていうのを大事にするような、社会であってほしいなと思っています。でそのためには1年に2年っていうんじゃなくて長い5年10年将来に人類の将来を 見渡したような、まあ、私たち一人一人が長期的な視点で自分の人生を考えている世の中になってほしいなと思っています。もう一つは、何としてもそういうことを支えるためにはですね、国が、だけが科学を支えるんじゃなくて社会全体がこう、科学を楽しむというような世の中になってほしい。で文化っていうのはですね例えば、簡単に言えば音楽はこう役に立ったということで私たちは音楽とか絵画とか芸術を楽しんでるわけではなくて文化っていうのは私たち の人類にとって大変大事なもんだっていうことは理解されてるんですけど科学も実はそうで、はやぶさが、宇宙に行って仕事をしてきたっていうのをみんな素直に喜べる。で新しい発見っていうのを、皆さん、が素直に喜ぶっていうことが、実を言うと、社会が科学を支えているっていうことの基礎になるんだろうというふうに私は信じています。でぜひ若い人にも、そういうことを考えてほしいなと思っています。で私の話は、以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。